ユイマわるラジオ fm ウルマ大きいの皆さんこんにちは金曜日三時を回りました昭和歌謡大前週の時間です担当の砂川です一時間お付き合いくださいますようによろしくお願いをいたしますさあ皆さん今日はえー、っと最低気温が十七度ということで えー、寒かったですね、ちょっとね、まあ、17度で寒くなる沖縄ですからね、えー、北海道ではあ、九州、北海道ど,どころじゃなくて、ですね九州で氷点下の記録を熊本とか大分とかで記録してますね、雪も降っているということで、まあ、沖縄、ここ、南国、沖縄はね、やっぱりまだ暖かいですね。えー これで、まあ、冬が始まるのかなと思ったらまた4、えー、5日するとまた20度を超えたあ気温になるという、えー、予報ですからねまだまだあったかい沖縄が続くと思います。先週は大変失礼いたしました。ひょんなことからバイキンが、まあ、指なんですけどね、えー、怪我をしましてそこからバイキンが入ってですね えー、病院に行きましたらもう入院させられまして、えー、朝昼晩とこう、えー、点滴をされましてね、ようやく昨日でその点滴が終わりまして、今日からそのリハビリだということで、えー、今日先生の許しを受けて、まあ、ちょっと病院を抜けて参りました、えー。1時間お付き合いくださいますようによろしくお願いをいたします。この放送はおかずの店金菊の提供でお届けをいたします。 さあ来月はあクリスマスそして年末年始と忙しい時期を迎えるわけなんですが11月最後の今日放送ということになりますねあと4日でもう12月ということになります一年が本当に、えー、こう飛び去るようにして過ぎていくのが実感として、えー、感じております、えー、さて、えー、このおかずの店金久ではですねこの年末に向けてのスタッフを若干名募集を しております、えー。勤務時間が午後2時から夕方の6時までの勤務時間、えー、その時間に仕事もできる方を今若干目募集してますね、えー。細かい点につきましてはオーナーの金久積子さんとお話し合いになってください。電話番号申し上げますね。零九八九六五の零七零八番。 965-0708番ですねよろしくお願いをいたします午後2時から夕方の6時までの勤務できる方ですね、えー、経験が問いませんのでね年齢も問いません、えー、仕事したいという方であればどなたでも結構ですどうぞよろしくお願いをいたしますさて、えー、皆さん今日の放送はですね、えー 私がまあ病院に入っていて、資料を準備する時間もちょっとなかったものですから、去る22日ですか、に収録したものをですね、その歌仲間の歌を収録した CD をですね、すみません、ちょっとくしゃんだりして、ごめんなさいね、その CD をお届けしてみたいと思います。どうぞお聴きください。 えー、11名ですか 10, 10名か11名の方が歌ったのを収録しています。まず最初にですね、えー、宮城三郎さんの方という方「百年のセミ」という歌からお届けをしてみたいと思います。さ、はあ行きましょうどうぞ。 とまあこんな具合でお届けをしているわけなんですが昭和会を大前週金曜日3時からの生放送でお届けをしておりますうるま市石川赤崎にあります IT 事業支援センター1階にあります FM うるまのスタジオから砂川が生放送でお届けをしております後半もどうぞお付き合いくださいさて、えー、この放送はおかずの店金くの提供でお届けをしておりますが その金久ではですね年末年始に向けてのスタッフを今募集をしております若干名ですね、えー、勤務時間が午後2時から夕方の6時まで午後2時から夕方の6時までこの時間でお仕事ができる方を若干名募集しております細かい点についてはですねオーナーのー金久住子さんとお話し合いになってください電話番号なんですが098965の 番の番経験とか年齢は問いません、えー、ぜひですねお仕事してみたいと思う方電話を入れて、えー、金久澄子さんとお話し合いになってみてくださいさて、えー、後半をお,お届けしてまいりたいと思いますが今のそのお 三上かなえさんというのはですね沖縄に移住して5年ということなんですがあっちこっちでとにかく友達がすぐできるんで不思議な人徳を持った方だと思いますね本当。それでねおとといでしたかえこの放送今聞いてくださってるかな森山え節子さん森山節子さんそれから ご兄弟だそうですね、えー。上間博子さん、お二人はご兄弟姉妹だそうですね。えー、森山節子さんと上間博子さんです。この方もすぐお友達になりましてね。うるま市から来たということで、この森山さんと上山さんはすぐ溶け合ってお友達になったということで、そして、読谷さんにお住まいの友利るりこさんは。 この森山さん、上山さんのお友達だということでね、今日放送をぜひ聞きたいということで、どっかでも陣取って、カーラジオかなんかで聞いてくださってれば大変嬉しいんですが、どうでしょうかね、森山さん、上山さん、ともり瑠璃子さん、放送今、聞いておりますかな。 えそれでねうん、まあ大阪えー、沖縄にいらしてその5年ということでこの三上里枝子さん、佳菜子さん三上佳菜子さんですね、えー、もう一曲、ね、聞いてもらいたい歌がありまして、えー、金田達恵さんの「花街の母」という歌なんですね。これをぜひ、えー、聞いていただきたいと思います。さあどううぞいきましょう 時間に入りませんね。大変申し訳ありませんが、この辺でお別れです。来週金曜日午後3時、昭和歌謡の世界でまたお会いしたいと思います。季節のこの気温の変化の激しいとき、体調を崩しがちですからね、十分気をつけてください。皆さんにとって週末が楽しい週末でありますようにお祈りをしながら、スタジオからお別れしたいと思います。 この放送はおかずの店金区の提供でお届けをいたしました。そしてその金区では午後2時から夕方の6時までの勤務できる方を若干名募集をしております。電話番号は098-965-0708番965-0708番です。細かい点についてはオーナーの金区住子さんとお話しください。それじゃあよろしくお願いします。また来週です。 ご意見よろしゅう。さよなら。